えー、今回紹介する動画は、えーとですねまあ、ブルービーム計画についてですね、まあ、このブルービームとは何ぞやということに対して、まあ、先輩が、ね、あの非常に詳しくまた分かりやすく説明してくださってます、まあ、簡単に言ってしまうと、まあこのまあ、人工衛星からまあ投影されるまあビジョンであるということですね、まあ、で、まあこの 内容なんですけども、まあ、そのブルービーム計画だけにとどまらずにですねまあバイブルによるまあ説明が、まあ、明快であるのに対して、まあ、例えば、まあ、ダーウィンのこのね出版した「死の起源」という本で、まあ、そこから進化論がまあ出てきたということでまあそういったものにまあいろいろとね、まあ、実はもう惑わされているという部分があります。でも、まあ、もそういったものはまあ 裏付けるものが全くないとだから、つまりまあ、人間のま想像の産物であるということですね。で、まあ、でもそれでもまあそういったものを。まあ立証するために。まあ猿がね。まあ、例えば宇宙人によって。まあ霊長類のまあ遺伝子操作をしてね。まあ、猿を人間にまあ突然変異させたんだと言ったようなま、ちょっと。まあおとぎ話が <laughs> あるんですけどもただ。 未だにどうですかねこの種の、ね、起源進化論を信じてる方も当然いると思いますし、まあ、そんなことはありえないという方も、まあね、二極化してるんじゃないかと思いますし、まあ、中にはね全く興味がないという方も見えるかもしれませんけども、まあ、改めてねこのブルービーム計画の中で、まあ、こういった話も出てきますので、まあ、非常に興味深い話も聞けると思います。で、まあ 最,もこの最初からねバイブルの話をまあストレートに受け入れていれば、まあ、何も難しいことではないんだけどもどうしてもねまあこの不完全ゆえに、まあ、いろんなねあの考え方があるということがまあこの動画からわかりますね。でまたさらにねこのまあブ,ルーーブルービーム計画によってまあ空間にまあビジョンが映されると。でもしそこにまあ神のようなものがね映されて。 まあ、そのものがまあ喋ってきたとしたら、まあ、自分たちの言語で喋ってきたとしたら、まあ、これをね多くの方がまあ信じてしまうんじゃないかということですね。でまあそれがまあ宇宙人なのかね、まあ、それが神的なものなのかっていうのはちょっと分かりませんけどもいずれにしてもこの人間というものは、まあ、基本的にに視覚に弱いいんだという説明がありますで自分もこれを聞いていて、まあ、もしこういった先にね情報を入れてなかったら。 まあ、まさしくね信じてしまうんじゃないかというような内容ですねでまあこれはで要するにですね、まあ、これはまあこれに対してまあもうバイブルはもう明快な答えが出てるとまあソロモン王がまあねバイブルの中でまあ述べている、ね、当時ナンバーワンの賢人であったまあソロモン王がまあコヘレトの言葉 十二章十三節で述べている言葉ですね。まあアプリの方では伝道の書の十二章十三節になりますけども。まあ事の帰するところはね、まあすべて言われたと。まあすなわち神を恐れ、その命令を守れと。まあこれはすべての人の本文である。まあこの部分が出てきます。で、まあとにかく、あの。まあブルービームによるね。まあ神秘、まあ神的なもの神秘的なものは。まあ出現したときに、まあ惑わされないために。 まあつまりヤファエにまあ今み,、まあ、みんながね、まあ、立ち返る必要があるんだとで、まあ、これは人間のねまだ全てのまあ人間にとってまあ務めでああるとというこがが説明がありますで自分もね、まあ、これはちょうど1年前で、まあ、ちょうど五神村から来た時で、まあ、最初そのブルービーム計画だけにねちょっととらわれてしまってそのうちのバイブルの言葉にはちょっと正直まだ わからない部分があったんですけども今改めてこの動画をねあの視聴すると非常に入ってきます本当に入ってきますつまりそれだけまあね五島村から来た方もいろいろと勉強されたということだと思いますので是非改めてこの動画をね視聴していただけたらと思います。であとまあブルービームでいろいろ検索するといろんなねブログとかまあサイトが出てくるんですけどもまあ自分的にまあ簡単に述べてるあの 信じるか信じないかっていうのはともかくとしてもそのブルービームについてまあ簡潔に述べてるまあサイトがあったんでそのサイトのリンクは一つだけ貼っておきたいと思いますあのちょうど見開き一つでまあ見れるんでまあ一番いいんじゃないかと思いました、まあ、とにかくまあこの動画は改めてね視聴していただいて今ちょうどある意味タイムリーですねこれもあの第8が動いてますしまこういったことをやってくる可能性もありますからね ですから、ぜひこの動画を視聴していただいて、改めてね、ブルービームとは何ぞやということを認識していただけたらと思います、ね。今回は以上です。ありがとうございました。